皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属二段の飛田咲です。今回も囲碁実況の方やっていきたいと思います。今回はですね、いつも1手15秒で打っているんですけれども、今回は1手10秒の超早碁になります。まあ本当にくんずほぐれずのね、取る取られる、まあそういった死活絡みの戦いの碁になっておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら幸いです。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、待ちました。よろしくお願いいたします。今回はですね、1手10秒で打っていきたいと思います。私の実況局では非常に珍しいですね。1手10秒はもういつもの15秒よりもさらに早碁になっていきますので、まあ、しっかり分かりやすく解説できるように頑張っていきたいと思います。というわけで、まあ、お互い星の布陣ですね。で、大ゲーマ締まり、星からの大ゲーマはちょっと珍しいかもしれませんね。ぶつかって跳ねて、でまあ定石の形なんですけれども、相手の方はこちらで転戦してこられました。まあ、白は受ける、挟む、いろいろあるところだと思うんですが、ここはまあ受けていきたいと思います。まあ、黒はツケ2段が今の流行りですかね。あとはまあ跳ねて切るなんていうのもあるし、そうそう、ここの3-3なんていうのも今の流行ですよね。まあ、多分範囲になると思うので、伸びで多分滑りか、一見滑りですかね。でも一見だとこの出切りからの主張が関係してくるんですけど、はいで来られましたね。ここで切る手はなんかすごい珍しい気がするんですけど、どうするんですかね。一手10秒で知らない手を打たれると動揺しますね。あんまり見ないけど有力なのかも。まあ伸びれば普通、下がる、まあ伸びれば普通ですよね、きっと。で、跳ね継ごうってことだと思われます。まあ、当然そういう手もありますよね。まあ、跳ね継がないで例えば伸びたりすると、黒が白に跳ね押さえつながれて、多分下がっても跳ねられてこの石死んじゃうんで、ここはまあ跳ねるしかないんじゃないかなと思います。まあ、跳ねて押さえてつなぎかけ継ぎの上伸びの二間開きを想定してますけど、他の変化があるのでしょうか。8、9、やっぱまあそうですよね。1、2、3、かけ継ぎぐらいかなと。まあこう当たりして支柱が良ければ抱える手もこの手であったんでしょうけども、絶対悪いですもんね、見るからに悪そう。まあ、伸び、はい、でまあ二間開きかなと思っています。ツケとかだと飛ぼうかなと思ってるんですけど、まあ、黒はこの2目はすごい種石で大事な石なん でもすぐ取られるわけでもないので、あ、やっぱツケは一つ急所なんですよね。秒読みを始めます。飛ぶか跳ねるか悩ましい。3、4、5、6、7、跳ねたい、跳ねてみたい。1、2、3、4、1、2、1、2、3、4、桂馬いいとこですね。多分桂馬で来られるんじゃないかなと。あ、これはプロっぽい。なるほど、押さえたら曲げようってことです。膨れたら当ててこれがあるって、ここは継がざるを得なくて、これは利かしと見てますよね。この形で白ここに打った手がすごい変なところにいる理屈になるので、この覗きはすごいプロっぽいな。4、5、6、もう感心してる時間もないですよね、この10秒って。多分惜しいですかね、私の勘では。もうこうなってくると勘とね、まあ、読みもすごい大事なんですけれども、やっぱり受けないですよね。ここ盛り上がるので受けていくと反発した形になりますが、分からん、押すのが正解。この押しもなんかでもめちゃくちゃいいところなんで、まあ、一瞬この手でもう押しちゃおうかなとも思ったんですけど、このタイミングで分からんな。もう分かんないけどこうかな。分からないですね。まあ切り、雰囲気は雰囲気はね、押さえですか。かけ継ぎ、なんかでもここで先手取れたのは意外や意外ですけどね。これ白生きてるからほっといていいと思いますよ。押したいですやっぱり、本命の
ここ結構急所をこれ押したことによってこの黒もちょっと弱くなるんで、あとこの1目も飲み込めそうだし、まあそうですね、でもその辺にかわして打ち方はありますよね。まあ、ただこの形は跳ねて継げば先手だと思います。次につければ死んじゃうので、でまあ尽くしといてコスミぐらいで頭出す感じですかね。これは下がり、あー跳ねね、跳ねで受ける、跳ねか。待って、わかんない。放り込みは抜いてこうこうこう、放り込み、放り込み、放り込みありそうじゃない。え、放り込むと何なんですかね。ちょっと様子聞く、様子を聞く、お相手の出方を問う放り込みでございます。抜いたら、え、死なないのかな。これもう一気に取りに行けないかしらということで、押さえたらこうやって五目中でなんですよ。よく出る死活ではある。ただ外の味がすごい関係してくるんで、ちょっとこれこんな言っていいのかどうなのかっていう、もうでも10秒後の勢いでございますので、気合でございますので、もう全力で取りに行きます。一気に勝負を決めに行く打ち方。ハイには抑えてて、曲げには放り込みで、ここ掛け目になっちゃうんで、普通に打ったんでは目はできない。ただ飛びとかですよね。え、捨てた、捨てたんじゃないですか。これでも足す、もう分かんないけど、とりあえずただ頭出し捨てたのか。こっち見てると思います。多分受ける必要なかったな、取り切っとく方が良かったですね。いや待って待って、死んだふりですね。いわゆるイッツは死んだふりでございます。ただせっかく死んだふりしてくれ、でもなんかよく見たらここめっちゃで大きくなってきてるんで、この黒もちょっと狙ってるんですけどね。ちょっと入っといた方が良さそう。大きくなってきちゃったんで、さすがにこのまとまり方は大きい気がします。ただお相手の方は当然取りに来ますよね、全力で。気持ちの悪いところではありますね。一点切ってみたいんですよね、ここすごく。ここガーッと当てていきますかね。それで勝ってるのかどうかですけど、勝ってると見たら当ててガーッて。やばいな、じわじわと。なるほど。待って、わからん。この出切りをすごい狙いたいんですけどね。白もなんかすごい余計なことをいっぱいやってるような気もしなくもないんですけど。ね、わけのわからない戦いになっております。まあわけのわかんない戦いなのはもう10秒である時点でもそうなんですけどね。これも狙ってるっていうね、厚かましくも。そのあたりのね、ちょっと羽はやりすぎたかな。ちょっとこれを狙っているんですけれども、急所です。なるほど、それは4、5、6、7、8、9。ねえ、何やってんだ、分かんなくなっちゃったな。本当に混戦模様ですね。とりあえず当てたんですけど、雰囲気で伸びる一手で継ぐで、こっから先がどうなってんのか、この出入りも狙いた。これにはこう受けるでしょ、形か。黒は継ぐ一手ですね。とりあえず1、2、3、4、5、6、7、どうなってんだろう。8、9、
曲げはそうですね、当然ですね。まあ、黒白はこことここが分断したらまずいから、とりあえずつける雰囲気ではありますね。このラインをこうつなげておきたいので、割り込み全く見てない。筋良さそう。パニック、そんな手あるのかと。そうか、とりあえずとりあえずここのこれを防がなきゃいけないです。でもなんか全部死んでも文句は言えないぐらい思想が漂ってきました。明らかにやりすぎております。いいんです、この跳ね出しをちょっと狙ってます。私はでも今こそ跳ね出しを決行すべき時ではないでしょうか。あー、しかも切られるのか、今やっちゃうと。いっけねー、タイミングがミスった。それは、あー、そうか、ここにバックしなきゃいけないのか。一回そうですね、ここに出られちゃいますもんね。これはちょっとミスです。まあこうやるしかないですけど、生きてるのか。覗きですかね、予想は。全然わかんない。こうやる、死んじゃったかな。こうか、ここの問題もありますよね。全体の攻め合いになると結構黒も手数長いんで、いや、もう明らかに白もうやってることおかしいですもんね。普通に、まあ攻め取りみたいな形をちょっと狙われてますね。ただつなげば五目長手にはならないので手数はまあそれなりに長いんですよね、多分。まあ攻め合いで負けることはないと思います。私この白がちょっとね、生きてるかどうかが定かじゃないと思っているので、ここ手入れに行きたいと思います。残り1回です。そこにつなぐんであれば、ちょっとここからニョキニョキって打つ手が発生しますので、少し余裕を持って生きれそうな感じがしますね。対局の申し込みがありました。あ、はい、あ、すみません。なんとか中押し勝ちすることができました。まあ、最初にここを取ることができたのが大きかったですね。この白はちょっとこの後、まあちょっとあの検討でやりますけど、生きてしまったので、まあ、お相手の方地合いが足りないと見て、投了されたのだと思います。ちょっとポイントの場面振り返っていきたいと思います。対局ありがとうございました。はい、というわけでポイントの場面振り返っていきたいと思います。今こちらが終局した局面なんですが、まあですね、まあ、黒としてはちょっとこの黒が今目がない状況でして、まあ、例えばこのように打ってもここに打たれて、ちょっとこう放り込まれるとね、ここが欠け目になってしまっていることから当たりなので、まあ、スペースが足りないと。この白との攻め合いといっても、白はとっても手数が長いですので、まあ、とてもここは、黒は勝てないので取られてしまっています。ともすればここを取るしかないわけなんですが、まあ、次に打つとすれば抑えなんですけれども、この形はここの三々に打つのがいい手でして、こうやるとここに切られてしまって、この3目が攻め合い取られてしまってますね。このように打てば当たりなので、まあ、こうやって、まあ、ここにつなぐ形なんですけど、そこでこう跳ねる手がいい手でして、まあ、ちょうどこう、まあ、見たことある形って方も多いかもしれないんですけど、まあ、分かりやすくこのように打っていても生きてしまっているので、
まあ、ここが取られてここが生きられちゃうと、まあ、地合い足りないということで投了されたのかなと思いました。まあ、遡りましてですね、まあ、白がここにグッと押すことができた時はちょっと手応えを感じた場面ではありました。まあ、ちょうどこうここが大きくまとまる可能性もあるところでしたし、これ大きく攻めれる手も見ているので、まあ、手厚い押しだなと思っていたんですけど、まあ、これはすごくいい手でしたね。例えばこういうふうにやるとここに打って、このラインでピタッと止まるとこれも危ないですし、ここも大きくまとまりそうなんで、こういうところは封鎖されては絶対に白はいけないです。ただまあ白はここに頭出したかったんですけど、その前にちょっと利かしと思って跳ねたんですよね。ここが思わぬ波乱を生みましたね。まあ、この形は部分的にはほっとくと、まあ、つけて跳ねてこうやって下がった時にこう跳ねる、まあ、死活は死んでしまいます。黒は何か受ければ普通なんですけれども、まあ、より得をしようということでこう跳ねられたんですね。ただこれは放り込みがもし決まるとこのように打って五目中手になってしまう形ではあるので、ちょっと得をしに行く打ち方ではあったんですけど、やや危険な手だったんですよね。で結局この放り込みに対して実戦はまあこの進行になって取られてしまったんですけど、まあ、黒はまあここに打てば生きていたので問題はなかったです。ただこの抜きが先手になってしまうのはすごいちょっと辛かったと思うので、だからまあこう打たれたんですけども、ちょっとここで黒が頑張ってしまったためにここが死んでしまって、一気に黒としてはよほどここを大きくまとめるとか何かを取るかしなきゃいけない場面になっちゃいましたね。まあ実戦最後の方はね、もうちょっと白も右辺が死んでしまってもおかしくないぐらい追い詰められてたので、まあ際どかったんですけれども、まあ、そこは10秒ならではの勢いで、お互い打っていくような展開でした。はい、まあ、ちょっとですね、まあ、なかなかエキサイティングな碁になってしまいましたけれども、ご視聴いただきありがとうございました。